くたてに不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。アリスはおとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音をあふれさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。バラの木の下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けてついさっきやってきたばかり。弟一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚め